あんまり荒れたくないえ。5億ベリー稼ぐまでやめないえ。もうあとちょっとでバスターコールだえ。ひもじも何を笑ってるえ。初めて見ました。初めまして、どうもこんにちは。恥ずかしいえ。爪バブザルだ。気が合いそうだえ。もしもし。はい、もしもし。クリスマスの日にお姉さんとドライブできる私は幸せだえ。やべえ、 VCR とかより緊張するんだけど、馴染めるかな。とりあえずチャルロス星になりきるわ。チャルロス RP だい？ふん、むふふんって言いながらそこら辺歩くえ。なんでわっちが一人で歩かないといけないんだい。まあ正直声はまあ声は持つえ。普通にチャルロス星割と喉の負担がないんだい。これもとりあえず新しい世界なのでなのえ、あんまり荒れたくないえ。ワッチはチャルロス星の一人称ってワッチかえ。こいつなんて喋ってたえ。忘れたえ。大丈夫かえ。用語は割とビビってるえ。この世界に来て持つえ、任せるえ、舐めるんじゃないえ。100日間これでやってやるえ。5億ベリー稼ぐまでやめないえ。一人称ワッチシ、こいつワッチシって言うのかえ。一人は大丈夫かえ。わかったえ。とりあえず頭のあれがないとチャルロスになれないえ。よこすえ。なんでないえ、これ。どれだったかい。これだえ。これが一番いいえ。これの白が最高だえ。これだえ。1万3000円だえ。おお、これでいいえ。これで下々のやつらと同じ空気は吸えないえ。これ割とどうだえ、完成度これ。アーマーを白く塗って太ってる感じを出してみたえ。でもこの足元のローブがもうこれしかなかったえ。こいつもう丸見えだえ、ふくらはぎ。誰もいない。え、ここにいれば人がいるって聞いたんだけど、え、誰もいない。え、もうあとちょっとでバスターコールだえ。これサイファーポールに連絡するえ。ほんとに誰もいないえ。これなんだ、大丈夫かい。とりあえずドライブなんだえ。第一村人発見だえ。とりあえず絡んでみるえ。すみません、はい、はい、すみません、ひもじも何を笑ってるえ。失礼だえ。天竜人にもらって笑うなんて失礼だえ。わっちのことバカにしてるのかい。いや違うのかい。一歩でも間違ったらバスターコールだい。ダミアンちゃん、何言ってるかわかんないけど、ブリの筋肉ちょっと見てみ。ブリの筋肉ってなんだい。ブリの筋肉。あ、ブリ、ブリの筋肉。あ、すごい。なんだい、人の顔見て笑ってるかい、もしかして。いや、まさかそんなわけない。初めまして。初めましてだい。初めまして。この世界。カムカムだって言います。あ、なんだなんだ。危ないえ。あ、危ないえ。バスターコールが始まったえ。バスターコール。こんにちはって言って大丈夫かいこれ。行ってみるえ。とりあえず行ってみるえ。こんにちは。こんにちは。お邪魔する。ここが海軍本部かい。はい、でも誰もいないっぽいです。今誰もいないのかい。はい。ちなみに、わちのことを知ってるかい。初めて見ました。初めまして、ノアチェンバーです。初めまして、どうも、こんにちは。あ、普通の人だった。はい、一応普通の人で、はい。チャルロスセイ。はい、チャルロスセイと申します。チャルロスセイさん、はじめまして。はじめまして、どうも、こんばんは。こんばんは。警察っていつぐらいにいますか。今電話してみますね。あ、いや、そんな、急じゃないで大丈夫ですよ。あ、そうなんですか。はいはいはい。あ、じゃあ警察になりたいんですか。違う、なんか挨拶しに来ようかなって。あ、なるほど、そうそうそう、なるほど。すいませんね、ちょっと。すいません。また、じゃあ、人がいるときに来ます。はい。恥ずかしい。知らない人にこの喋り方は恥ずかしい。すごいかっこいいえ。特殊
刑事課。ここかい？こんにちは。いやーどわちしのキャラをし、あ、わちを知ってるやつがいたい。うせろ。お、やるかい？バスターコールだい。お、そいつは脅しの道具じゃない。案外似てるえ、すごいえ。ありがとな。すごいえ。お、まさかこんなところに本物が来るとは。わちのことを知ってるかい？ああ、クズ野郎って聞いたぜ。クズ野郎じゃないえ。何？わちは天竜人だえ。クズなんて言ったらお前、バスターコールだえ。そうですか。だるそうにするない。あれ、もしかして海軍、海軍大将かえ？ああ、そうだ。そうかい。海軍大将、特殊刑事課赤ちゃんキャップだ。よろしくね。赤ちゃんキャップ、いい名前だえ。ああ。わちも赤ちゃんにたまになりたい時があるえ。ああ、別名バブザルだ。よろしくね。気が合いそうだえ。ああ、君は、そうか、チャルロスサイさん。ああ、違うえ、セイだえ。あ、セイ、失礼。チャルロスセイだえ。チャルロスセイさん。そうだえ。こんなこと言うのもあれですが、顔のクオリティがめちゃくちゃいいですね。すごいえ、これ。すごい、それ、通じます、ちなみに。女の子にあんま通じないよ。でしょうね。さっきお医者さんに行って、しもじも図が高いぞって言ったら、すいません、はい、すみませんって言って、みんな伏せ始めて、ちょっと気まずかったよ。やばいやつ。ちゃんと原作通りじゃないですか。そうだよ。原作通りだけど、なんか本当に言われたみたいな反応で、ちょっと困ったよ。やばいやつだよ。いきなり来て。免許が欲しいえ。教習所の人いるえ。本当だい。隣。読み方がわからない。ビデオ通話で行くえ。もしもし。はい、もしもし。すいません、運転免許が欲しいのだい。はい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 。普通の免許かしら。普通の免許が欲しい。ああ、本当。この町に来たばっかり？この町に来て2時間ぐらいだい？あ、そうなんだ、わかったわ。今どこにいる？今、ちょっと待って、ビデオ通話で視点が動かせないえ。でも多分レギオンかな。そうだい、レギオンのこの、あ、このあいつに、ああ、スドバかな。このお店だい。ああ、わかったわかったわかった、そこ以上今から行くわね。ありがとうだい、迎え来てくれるのかい。ああ、まあレギオンがわかったらそっちに行ってもらっても大丈夫。わかったえ、ここにいるえ。うん、あがたはじゃあお待ちくださいませ。 あ、お名前聞いてもいい？あ、チャルロス星だい。チャルロス、チャルロス星。チャルロス星で、はい、そうだい。チャルロス星ね、はい、わかったわ。じゃあお迎え行くわね。もうお待ちしてるだい。はい、行くわね、バイバーイ。絶対知らないえ、これ。これ絶対知らないえ、これ。もうわかるえ、この感じで。もうこの時点でもうわかるえ、知らないってのが。プレゼント交換会。ちょっとその人が来たら声変えるえ。知らない人にこれ、これ本当にやばいやつだい。いきなりあんな声で、もしもしだいとか言って、やばいやつだい。はい。でもこっからやっていくえ。これじゃないですか。こんにちはだい。こんにちは。こんにちは。チャルロス。ああ、せいってそういう感じなの。あ、この人よろしくお願いします。ああ、わかったわ。始めました。あ、ワンピースって知ってますか？ひとつなぎの秘宝よね。はい、見たことはありま、あるかい？もうなんか喋り方でなんか聞いたことあるなと思って。あ、わかるかい？チャルロスセイか。よかったい。知らなかったらどうしようかと思ったい。よかったですね。頑張ってください。嬉しかったい。天竜人でも運転するんだって言いながらこっち来たわよ。すごい、天竜人もわかるい。すごい。やっぱり天竜人なのね。そうだい。運転免許が欲しい。天竜人も運転する。そうだい。危ないえ、今のバイク危ないえ。よかったえ。知らない、これ知らなかったらもう普通の声で行こうかも、ちょっと迷ったえ。普通の声、そうね。普通の声があるんだえ。あ、普通の声がある。ちょっと試しに聞かせてちょうだい。あ、普通の声はこんな感じで、はい。やってるんですけど。あ、全然こっちの方がいいなら、はい、全然こっちの方で。やっぱ知らない人にこれやって分かんなくてもやばいやつなんで、はい。風邪ひくわ。そうですよね。風邪ひいちゃうな。どっちでもいい。
ありがとうだい。動画をね、2本見てもらうことになるわ。動画を2本見るのかい、すごい。教習ってやっぱ動画見る、あの、そうだい、そうだい、大丈夫か、怖いえ、このチカチカ怖いえ。交通安全の進め、すごいえ、え、なんだいこれ。こちらをご覧ください。危ないぞ、危ない。ショッキングな映像だえ。道路への飛び出しはとても危険です。すごいえ、ちゃんとリアルを映してるのよ。初めての運転だえ。いいね、ワクワクしちゃうわ。これは運転自信ある？運転自信があるえ。あ、じゃあ大丈夫か。あ、ちょっと待って、鍵してたわ、ごめん。あ、壊しちゃった。えこれはいいのかい。まあ、涼しいえ、ね、そうだえ、うん、シートベルト、夜風をね、浴びたい。わち知ってるえ、指差し確認だえ。前よし、後ろよし、うん、ミラーよし、よしよしよし、わかるえ。したら一旦ちょっとこの建物の中をぐるって回ってみてもいい？分かったえ。もらってもいい？ここはもう教習所なんだえ。あ、そうそうそう、ここ教習所の中。まあ、なんか運転するのはどれぐらいできるかなのチェックな感じ。分かったえ、うん、あ、全然大丈夫そうね。割と得意だえ、運転は。あ、よかったよかった。いや、だって天竜人なんてね。そうだえ、なんでもできる。運転しないと思ったからさ。そうだえ、いつもは奴隷に乗ってるえ。そう、だから車もできるんだね、すごい、ね、当たり前だよ、なんでもできる。じゃあジャイロス君、今ピンを刺したんだけど、地図にね、はい、あの目的地が表示されてるから。わかったい。そこに向かってちょうだい。わかったい。この街は右側通行で法定速度があります。はい、法定速度、通常この普通の道路は120キロ。120キロ、わかったい、うん、で、地図上で黄色く表示されてる道路は高速道路なんだけど、そこは150キロ。なるほど。からまあ気をつけて、それ以上出すと警察にしょっぴかれても文句は言えない。これは信号は無視しても大丈夫かい。これ信号に関しては赤は気をつけて渡りましょう。あ、徐行赤はって感じ、うん、そうなのかい、徐行なのかい。あ、ちょっと気をつけて行ってみると。わかったい。安全運転で行くえ。うん、よろしく頼むわ。すごいドキドキするえ、先生と二人で車に乗るのは。でも教習ってそういうものよ。ドキドキするえ、逆なんとかされないのかい。なんかあんまりされないわね。あんまりされないのかい。そう、今日クリスマスじゃない。確かに。そう、でもみんな予定あってさ。お姉さんは一人なのかい。どうしようって思ってたんだよね。そうなのかい。そうなの。ってことはこのクリスマスの日にお姉さんとドライブできる私は幸せだい。確かにタイミングがね。ありがとうだい。私もお仕事もあってよかったな。あとは市役所行った？市役所は行ってホットドッグ屋になったい。もう完璧じゃん。大丈夫かい。じゃあちょっとだけドライブして帰ろっか。ドライブかい。うん、ドライブ。ドライブかい。今からドライブは好き？ドライブは好きだい。まあいいね。じゃあ何の話します？怖いよ。何の話しますか？なんでこの町、暇だったから来たの？いや、まあ暇というか、まあその行ってみたいなって思って。ああ、そうなんだ。そうなんすよ。なんかやりたい仕事とかあるの？あ、まあなんかお金儲けれればそれでいいかなって思って。あ、はい、そうですね。まあ長く喋りたいんでゆっくり来ますね。すんごいゆっくりじゃん。はい、ちょっと、うん、ちょっとあの車降りるとね、うん、いつものに戻るんですけど。そうなんだ。はい、いつだって2人で喋るときはこの声が出てくるのね。嬉しい。よかったらね、あのこれからも一緒によろしくだい。これで運転免許は取れたのかい。生きてるのかい、これで。そうね、大丈夫かい。運転バッチリだったから。バッチリかい、嬉しい。問題ないわよ。可愛い声をそこに乗せたら運転も上手くなったい。よかったよかった。嬉しい、ありがとうだい。